はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画始めていきたいと思います。今回は、ですね、ビッグ A というスーパーで、購入しました、クラブソーダ純粋使用です。割っても美味しい、そのままでも美味しい、国内製造、繰り返しろ過された極めて不純物の少ない純粋を使用しています。原材料は水と二酸化炭素となっております。値段が確か70円ぐらいかな。これでも。いや。で、乾杯。微妙。なんだろう。そこまで炭酸も強くないですね。飲んだ時に、もうすでに、もうこの時点でもう抜けてんだよ。こう注いだ時点でもう抜けてんだよ。あらかた。うん。だから、口に入れた時にはもうすでに、ん?ってなってる。もうほとんど、シュワシュワ感がほとんど、まあ、そんなにないですね。うん。じゃあ、そのままこうやっていただきます。うん。うん。うん、うん、うん。微妙だな。炭酸の強さもまあ微妙としても、まあ味自体は別にまあ、うん。特にそれほど変わったことはない。まあ値段も安いけど、まあ、うん。この感じだとやっぱり、もうここに、ね、グラスに注いだ時点で、注いでから飲むと、大体わかるんだけど、もう注いでから飲んで、ああ、大して強くねえなってなると、もう、あんまり酒の割り剤としてはあんまり使えないかなと。うん、ダメですね。まあでもまあ、そのまま飲むとしては別に味も特に問題はありません。うん。ので、まあ、三つ星ってとこにしときますか。ご視聴ありがとうございました。